ルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。山田マリアです。今日はムネくんがいません。今日はプロデューサーの柳丸さんがこちらの食事を変えたら未来が変わったという私が5年前かな出版した本があって、もうこちら今完売になってしまったので発売はしてないんですけれども、この中にですね、ちょっとまあ私の今まで病気して、でなぜ病気になったか、どういった形で克服したか、でその後自然妊娠に至り助産院で出産をさせていただきまして、で今現在のどういった生活をしているかなんていうことがまとめられた本なんですけど、なんか結構振り返ってみるとかなりマニアックな本になっていて、もう販売はされてないのでね、この中の私が伝えたかったメッセージをせっかく YouTube を始めたので YouTube で見てくださっている皆さんにお話できたらいいなと思って今日は撮影に至っております。まず面白がっていただけるのが、出産をですね、通常だと病院で親族の代表といいますか、旦那さんなり自分のお母さんだったりとか付き添ってくれてっていう形で立ち合いで産むっていうのが、まあ、一般的だと思われるんですが、私の場合はですね、助産院で、今名前が変わったんですけど、バースハーモニー美しが丘助産院というところで、そちらの YouTube もありますのでぜひご覧になっていただきたいんですけども、そちらで純子先生という方にですね、胸を取り上げていただいたんですが、その時に現場にいてくださり見守ってくださった数、なんと合計18人なんです。これがねびっくりなんですけど、その18人の中にはですね、女優の川島直美さん、木村みどり子さん、田中美里ちゃん、そしてソイソルというあのゴスペラーズと同じ事務所のアーティストのズーコのファミリーとあとその時体をボディメイクしてもらっていた柏木ひろみ先生、ボディトレーナーですねの先生と、あとはお弟子くんだった男の子も実はいたりだったりとかして、助産師さんもね、その時ちょうど年末12月29日で、その時お産がなかったので4人いてくださって、で純子先生の旦那さんもいてくださったりとかで、結局ですね、朝5時にね、縁がある方たちだけが来れるから、まあみんなに声をかけるっていうのはまあ別に大丈夫だよって言ってくださってたんですが、朝5時にですね連絡をしましたら、朝6時半にですねみんな大集合してくださってまして、みんな縁があったんだなっていうことで、でうちの旦那はですね、あの優しいですよ、優しいですけども、まあ、ムードメーカーではないんですね。私とあのもう月と太陽みたいな感じで全然テンションが違いますので、まあ私が痛がったりだったりとかしてる時に、多分眉間にしわ寄せて心配そうにそばにいるんだろうなと思うと、まあやっぱり出産ね、命がけですから、あのすごい頼もしい方たちがそばにいてくれたらいいなと思いまして、そんな感じだったんですけど、だから旦那だけこうやって手を握ってくれて、で総勢だから18人のうち17人はみんなこっちですみんなこっちに行ってくれて、でそれでもう名前決めてたんで、何かこっちよかって、直美さんなんてあのナオハンって呼んでるんですけど、ナオハンなんて「ムネくんカモン!」って言ってラテンな感じのノリで呼んでくれて、でまあムネくんも本当に上手に出てきてくれてっていう感じの出産だったんですけど、面白かったです。本当にそこはもともとご縁があったわけではないんですけど、病院とかであちこちバースプラン考えてご相談すると、やっぱりちょっと病院ではそれはっていう感じだったんで、健康宅のマリアにねぴったりな助産院があるよっていうことで教えていただいたところが、たまたまですね、そこが今もうときめくもうドラマとかを引っ張りだこの俳優さんと、あと今ちょっとあの家庭に専念している元女優さんが出産した場所でしてね、その方がちょうど自分の知り合いと舞台をやられてたんで、お手紙を書いて会いに行って、ちょっとあの方紹介してほしいんだって言って、で出産したいところを探してるんだけど、その方のお子さんが生まれたところが良くてって言って、で会いました。で会ったら、これ奥さんに渡していただけませんかと、私ぜひそちらでちょっと出産した奥さんの話が聞きたいんですけどって言って、で後日 LINE に連絡をいただきまして、ちょっとオーガニックなレストランで会って、こここんなで素晴らしかったよ、本当にすごい楽しい出産だったから、もうぜひおすすめっていうことで先生に会いに行きます。で会いに行ったら、まあ本当にすごい神々しいオーラを放った笑顔が優しい雰囲気の先生が出てきてくれて、もう一瞬でもう一目惚れみたいなような感じで、で初対面なのに一応ね予約取って行ってるんですけど、ちょうどその後先生ご予定がなかったみたいで、一気に5時間お話を聞いてくださいまして、今までの病気
のことだったりとか、芸能界ではこういうような感じでみたいなお話も聞いてもらって、産後にもうちょっと NHK で帯のラジオが決まってて、生放送毎日4時間なんですって。だからもうすぐ保育園にも入れないといけないしみたいな感じなんで、産後の日立ちだったりとか、やっぱり体がその後健やかに元気に動いてくれて、で子供も、まあ、男の子ですけど熱も出さず元気に過ごしてくれるような出産がしたいんですけどっていうことをご相談しましたら、先生が、まあ、現代社会においてね、今出産ね、医療処置を取れない助産院で産むっていうことはお母さんが本当に体作りを頑張らないといけないよっていうことで、うちでは動物性のものを一切排除したマクロビオティックの食事を取ってもらいますっていうことを先生からお話を受けたんです。で、もともと私資格を持ってて、マクロビオティックと、あと漢方薬膳とかいろいろ持ってるんです、スーパーフードとかだけど、そこの先生が動物性のものを食べたりだったりするとマクロビ的には血液の量多くなっちゃったりとか、ちょっと子宮口がね開く時には開いてほしいのにそれが締まりすぎちゃったりだったりとかで、逆に白砂糖とか取りすぎると、まあ、緩んじゃったりだったりとかして出血の量も多くなったりとかで、まあ、お砂糖ってやっぱり興奮材料なんで感情の起伏が激しくなっちゃったりだったりとかねもするし、で最初びっくりしたのがお腹エコーでこう見てくれた時にうちの子はよく動くなと思って元気だなと思ってたのが、実は先生曰くマリアちゃんこれかわいそうだよって言って、興奮状態でお母さんのお腹の中ですやすや体ね休めたいし作りたいのに、マリアちゃんが白砂糖を取ったりとかすると興奮状態で寝てないよって言ってくれて、でこれやっぱりね寝る子は育つじゃないけど、本当にあのお腹の中リラックスしていてもらうためにはマリアちゃんが白砂糖の量を控えないとダメっていう風にお話を受けて、でしかも出産する時にはやっぱり出血の量だったり痛みとか、もうマリアちゃんなんか痛いのこれだけ苦手だったら絶対抜いた方がいいよっていうこともおっしゃっていただいて、でそこから1週間抜いてまた先生のところ検診行ってエコで見たらすっごい穏やかなんですよ、すやすや寝てて、でそれからもずっと穏やかなんですよ。で私も感情の起伏とかがやっぱりすごく一定で落ち着いて穏やかに妊娠生活を送れて、でしかもですね食事とかはまあ健康のため我が子のためと思えばあまりストレスなくできて、まあ、今だったらオーガニックレストランとかねビーガンのお店だったらいろいろありますし、もともと玄米社食で家にいる時は素食を心がけてたのでできて、で結局ですね出産の時とかもびっくりしたのが、みんな普通だったら出産した後ってもうハッハッって言ってもう命からがらで、でその後もう輸血しなきゃっていう方もいたりだったりとか、もうそれこそ本当にもう出産のねあの分娩台から骨盤とかペコペコって感じなのにこう降りて自分で歩いていかなきゃいけないとか、まあいろいろあるんですけど、助産院だったので私の場合はまずみんな18人が承認だったんですけど、ムレ君がピッて出てきました。その時に羊膜って言って赤ちゃんが入ってる膜があるんですけど、あれを突き破って出てきたんですね。出てきたと同時になんでお母さんの産道の筋に触れずに摩擦とかも軽減した状態で生まれてくれたっていうことと、あとその血もペッて出た後にピッてもう何も出なくなったんです。だから全然ここにビニールとかもちろん引いたりとかしてるんだけど血の海とかにもならず、でしかも私が産んだ後にすっごい元気だったんですよ。もうね出産ハイみたいな感じでベラベラって喋り出して、えみんな何かちゃんのまだ行けよみたいな感じでずっと喋ってて、え全然疲れてないのみたいな、いやだってもう痛いの終わったもんって言って、で胎盤が最後出る時とかもわわわ来た来た来たって出る出る出る見て見て見てみたいな、ほんとそんな感じで元気だったんですよ。でしかももう一つ不思議な話があって、胎和士さんにお腹の中にいる赤ちゃん、まあ、宗くんと喋ったこととかも全部ここに書いてあるんで、それはまたじゃあ次の時に撮っとくとして、まあその時宗くんがですね、僕は元気に出てくるから大丈夫だよってメッセージをくれてたんですけど、どういうことかなと思ってて、そしたら子宮口が全開になりましたと同時にですね、なんとピョン吉のようにですね、宗くんがね、大丈夫やろみたいな感じでね、こうなったんですよ。こうなっての、しかも腰がこんな浮いちゃうぐらい、わわわわわみたいな、先生なんかものすごい出たがってますみたいな感じで、ちょっと待ってここやるからねとかって言って、でももう宗くんは出る気満々で、で本当に綺麗にこうズズズグランみたいな感じで出てきて上手だったんですよ。しかもね肩が他の子より 0.5 センチぐらいちょっと肩幅があったみたいで、ここでペッてやってフィヤッて泣いてから、それからですね、お姉ちゃん肩出てない、もう一踏ん張りみたいに言われて、でみんなにそれそれ頑張れ頑張れもう顔出てるとかって言われながらって言って出産して、なんで助産院が良かったかの理由の一つにカンガルーケアといって、へその方がつながった状態でピッて乗せてもらえるんです。カンガルーケアって言うんですけど、で自力で張ってきておっぱいパクって飲んだんですよ、生まれてすぐですよ。でもそれにも感動したし、でその再帯血っていうその赤ちゃんがいた袋の中にはまだ栄養がいっぱいのすごい免疫力を高めてくれるようなね濃い血があって、でそれを全部へその方を通じて
我が子に送ってたわけですけど、つながった状態だとそれがまだずっと送れるんですよ。でその再対決が全部胸くんに行き渡り、でそうするとへその緒がね、壊死した感じでね、お役目ご苦労みたいな感じでヘラってなるんですけど、その状態でへその緒を切ってくれるんです。でそれは人によっては30分で終わる人もいれば1時間の人もいるしなんですけど、私は大体1時間ぐらいずっとへその繋がったまますぐ切らなかったんですよ。で切ってもやっぱドクドクもしてないで痛くもなく切れて、お母さんも赤ちゃんもストレスなくって感じだったんですね。で普通へそのってもらうのこれぐらいなんですけど、私のへそのはぐる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 こんな長いです、ぐるぐる巻きにして。でそういう面白いへそのをもらえたりだったりとか、もそれもすごい一番やりたかったことなんですね。まあ食事も気をつけてたりとかしたので、母乳とかもすごい出が良くてですね、最終的には NHK でラジオをやらせていただいてた時には4時間5時間もやっぱり絞れないので、もうメデラというもう搾乳機があるんですけど、双子ちゃん用のをレンタルで借りて、もう牛のようにはめて双子ちゃん用ので同時に吸って、でそれを冷凍して保育園持ってって解凍してあげてもらったりだったりとか、1年3ヶ月までかな完全母乳でできて、離乳食とかもちょこちょこあれだったんですけど、ちょっと始めるのを遅らせたりとかして、とにかく栄養を届けてあげたいみたいな気持ちだったんですね。ただ私がやっぱりちょっとやっぱ忙しかったりとかで中耳炎になってしまったことから抗生剤を飲まなくちゃいけなくて、でやっぱり我が子に入れたくなかったんですね、そういったの母乳を通してでもお薬をね、大丈夫だよとも言われたんですけど、いやって言ってもうこれを機にじゃあちょっと、本当はね、モンゴルの子供たちって10歳まで母乳飲むらしいんですよ。立ったままこうやってペッてってお母さんのチュチュって飲んで、もう本当にドライブスルーみたいな感じで飲むらしいんだけど、まあそういうのもちょっと理想的でやってみたいなと思ったんだけども、まあちょっとそれは残念ながらできなかったけど、まあ、今現在やっぱりここにもまとめているんですけども、本当はその18人もっていうことで、先生としては芸能人だしこう話題性を狙ってのあれなのかなって一生思われたそうなんですけど、やっぱりそうじゃなくて、あ、マリアちゃんとムネ君がもう人といるのが好きなんだなってのがよく分かったっていうのをそこでストンと理解してくださって、でしかも私にとっては朝日に包まれながらムネ君出産できたらなとかいろいろ思ってたんですけど、6時半にみんなが来てくださってから8時46分に出産してるので、あんまりお待たせすることなく出産ができてっていう感じでしたね。で出産したその日に10年ラジオご一緒した高橋克典さんが来てくれたりだったりとか、なんかいろいろお友達たちも来てくれたりとかで、もうとにかくすごい楽しく出産ができて、まあみんな聞けば驚くような話なんですけど、恥ずかしくないのかとかねよく言われるんですけど、自分がもう心の底から信頼してるようなお友達たち でしかもやっぱりこの年にもなるともう本当男女分け隔てなく、すごい人類みんな兄弟じゃないですけど、もう本当に人として信頼し合ってる友達も多いので、私の中ではもう全然恥ずかしいとかもなく、むしろね生命の誕生をみんなに見てほしいとかね、まあそういうことだったりとかだったので、もう本当にで、まあムネ君もやっぱり出産のビデオとかもその後一緒に見たりとかっていうのもしてるんですけども、自分の生まれてきたこの勇姿に自画自賛みたいな感じで、すごい喜んでくれてるんで、まあこれは自分一人じゃなくて、多分先生とも出会わせてくれたのだったりとか、まあ食事だったりとか気を使わせてくれたりだったりとかっていうのも全てもうこうガンダムになった気分でしたね。もうムネ君が中に入ってからこう中で操縦されて私が動いてるような、なんかそんな感覚になりましたけど、まあそういう感じで今見ればもうすごい素敵な、一緒にね一度あるかないかで、でしかも理想のパースプランで出産できるっていうのはなかなかやっぱり奇跡的なことなので、私としてはすごい宝物の思い出になってよかったなと思ってます。でも別に助産院じゃなくて、例えばじゃあ帝王切開で産んだらどうなのとかいろいろご意見いただいたこともその後あるんですよ。あるんだけど、これもなんかねちょっとスピリチュアルじゃないんですけれども、逆に言うといきなりパッて生まれてきた子供たちは体内記憶だったりとかをそのまま持ったまま生まれてる子供たちもいたりだったりとか、面白い発言を聞かせてくれたりだったりとか、楽しいこともたくさんあるみたいですね。やっぱり人それぞれいろんな出産の方法があったりだったりとか生き方があるので、これはまあ何を言われようが別に本当に自分の大切な思い出の1ページとして宝物の感じなんですけどね。そう、まあこの中でもそういろいろ語ってるんですけど、せっかくなんだったらここで活字で読んでいただくよりも、読んでくださった方も、あ、
こういうことだったんだとか、ここで直でお話しした方が私の思いがより伝わってくれるんじゃないかなと思ってちょっとお話ししてみました。普段はムレ君といろんな体験をさせていただいたりとかして皆さんに見ていただいてるんですが、たまにはですね、せっかく芸能生活25年やってきているので、私がいろいろ経験してきたことだったりとか、あの時どうだったんだみたいなお話だったりとかも、せっかく自分のチャンネルなので皆さんに楽しんでいただけるようなことも合間に挟みつつ、ムレムレチャンネル続けていきたいなと思っております。いつも見てくださって本当にありがとうございます。ではですね、 YouTube の URL も貼ってあったりだったりとかしますんで、概要欄とかも詳しく見てみていただきたいと思います。チャンネル登録引き続きまだの方よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。コメントもいつも読んでます。なかなかちょっと返すのが大変かもしれませんが、読んでますので皆さん本当にいつもありがとうございます。バイバイ。